意地を見せたのかなという感じが、まあ、うん、僕の中であんまないレースだったんで、うん、うん、まあでもこういうレースも見せていかないといけないと思うんで、こう目立ってる山崎賢人さんがいたので意識の分でいうとどれぐらいありました？やっぱりでも僕が挑戦者だと思ってたんで、うん、後ろから行って、うん、まあ結果山崎さんが主導権取る形になっちゃったんで、うん、そこはやっぱ反省、うん、結構もうやばい展開だったんで、うん、たまたまあそこ入れただけでついてたっていうだけですね。とりあえずあそこの3番で入れたと。ただ一つはそこに行くところ巻き返しの部分ですか、その仕掛けられている良さもあるのかなっていう、まあ、ちょっと流してたと思ったんで行ったらやっぱ踏まれちゃったんで、うん、まあそこで3番手見えたんで、うん、入って1回落ち着いてもう1回仕掛けようと思ったんで、うん、まあそれは良かったと思います、うん、もう1回そこからのその足の溜まり具合だったり山崎さんのスピード感ってどうですか？自転車はやっぱ山崎さんすごくかかったんですけど、うん、僕も足溜まったんで、うん、あの流れてたんで、まあいけると思いました、うん、やっぱりその若手がこう盛り上がってきている中でいろんなその吉田さんが多分先頭だった時期もあると思うんですよね。新山さんだったり南さんだったり、はい、このそうですね、攻め合いは、まあ、僕の中ではもう全然もうまだまだ、うん、もっと上目指して行く気持ちをやっぱりなくしちゃいけないと思うんで、うん、まあ、どんどん若い人たちも出てきますけど、うん、まあ、僕もやれるっていうところもやっぱ見せていかないといけないと思います、うん、今日は一つなんかそういうスイッチを見られたような感じがあるんで、ぜひ残り3走ですね。そうですね、はい、うん、せっかくもうまた多分2次予選いけると思うんで、攻めの気持ちは忘れずに頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。